プラットフォーム、鳥出方から下立方を望む。左側が下りホーム、右側が上りホーム。駅舎は上りホーム側にある。稲戸井駅は茨城県鳥出姉妹の井にある関東鉄道上層線の駅。当駅は鳥出市に位置する。駅名は旧村名である稲戸井村から取られた。稲戸井村は稲、都東、野の井、米野井の合成地名である。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。下立よりに、構内踏切がある。上りホーム下りホームとも下立よりに2両分程度の屋根があるが、上りホーム下りホームとも取り手よりは屋根がない。2008年には、ホームの段差を縮小する工事が実施され、階段の改修のほか、車椅子対応のスロープが設置された。かつて、旧駅舎の改札口そばに、 恋の池があり、桜の大木があった。下りホームには桜の大木があり、駅の周辺は自然豊かである。地元の長山小学校が作成した駅の利用のマナーアップを呼びかけるポスター、標語が掲げられている。乗車人員は可表の通りである。2018年6月公開の映画、名前の舞台として撮影、作品中に駅名を 稲と駅と看板を明示して登場した。主人区役、津田勘治と彼の娘を名乗る高校生役の狛井蓮が再会を約束する場所として出てくる。旧東と村の中心に位置し、商店街がある。周辺は、長山地区や徳頭団地をはじめ住宅が多いが、南側は比較的少ない。駅北側にある。駅南側の国道九十四号沿いにある。 注釈出典、ありがとうございます。